インド料理で有名なベンガルプラーオイグル料理のポロピラフは炒めた米を様々な具とともに出汁や香辛料を加えて炊いた料理。主にトルコ料理が有名であるがインドから中近東を経て南北ギリシャにまで幅広く見られる米料理である。ウズベキスタンのマフムドの研究によればピラフの語源はパロブオで P はバヨズ、A はアヨズ、L はラフム。 王は、オリオ、V は、ウェト、王は、オブ、S は、シャルイを表すという。ピラフの語源となったピラウは、トルコでは、一般的な料理であり、主に不合成として食べられる。米のみのものや、様々な具材を吸い込んだものがあり、入れた具材の名前を冠して、ピラウと称される。トルコでは、ジャポニカ米、インディカ米、蒸した小麦を乾燥させて砕いた。 ブルグールの三つがピラフに使われている。インド料理ではプラオ、イラン料理ではポロオ、ウズベキスタンではパラフパロブ、アフガニスタン料理ではピラウ、ロシア料理ではプロフと呼ばれる。ギリシャ料理でも一般的な付き合わせである。トルコからフランスに入ってフランス料理のピラフとなった。ピラフはトルコから中央アジアにも伝わり、現地に居住する。 ウイグル人やキルギス人の間でポロの名で親しまれている。主に、洋肉、羊の油、人参、玉ねぎを具として用い、干しブドウやヨーグルトをトッピングにする。ポロは中国語では、草飯と呼ばれる。キルギスに住むドンガン人を、ジュアファンと呼んで食用としている。チャーハンと発音が似ているが、両者に関連性はない。 ウズベキスタンでは、紀元前のアレクサンドロス三世によるサマルカンド遠征で京王に出されたとする伝承もあり、現代においても結婚式などの共演では、大鍋で数百人分を調理することや、専門店もある。世界では、粘り気の少ない調流種の米が多く使用され、日本の炊き込みご飯より固めで、パラッとした出来上がりになる。日本でも、洋食として普及し、 喫茶店やレストランの定番メニューであり、冷凍食品としても販売されている。本来は米を炒めて炊く料理で、炊いた白飯を炒めるチャーハンや焼き飯と異なるが、日本ではインディカ米が一般的ではないことや、日本人の好みに合わせてアレンジされ、炊いた白飯をピラフ風の味付けで炒めた焼き飯が、ピラフとされていることが非常に多い。中国においても、 ポロが、チャーハンと混同される例が多い。タジキスタンの国民食であるプロフを調理する、タジク人男性具のエビや貝などの魚介類、鶏肉などの肉類、キノコや玉ねぎなどの野菜類は食べやすい大きさに切り、弱火で軽く火を通すくらいに炒める。インディカ米を研ぎ、熱したフライパンにバターを適量溶かし、米の色が透き通るまで炒める。米は、生のまま炒めたり、 研いだ後に30分ほどザルなどを使って、水気を切っておいたりする方法もある。米と調味した同量のスープを合わせ、具を乗せて、通常と同じように炊き上げて完成。フライパンに油やバターをひいて、具を炒め、国産米の冷や飯を炒め合わせて、塩コショウやカレー粉などのスパイスで調味する。プラは、古代インドのヤージュニアバルキア法典、マハーバーラタで、プラオ、または、 パルオの名で紹介されているインドの伝統的な米料理である。ピラウが記述される最古の文書の一つは、アレクサンドロス大王の歴史で、バクトリアの艦隊で記述される。プラウはしばしばペルシャ人発祥の最古の米料理であるとされる。アレクサンドロスによるソグディアナの都市、マラカンダ占領において、この料理が供されたことが知られている。アレクサンドロス軍が、この料理を、 マケドニア王国に持ち帰り、東ヨーロッパに広まった。ピラフの正しい調理法の最初の記述は、10世紀の学者イブンシーナーによるものと考えられ、医療科学に関する著書において、数種類のピラフを含む様々な食事について、調理に使われる個々の材料の利点と欠点が記述された。このため、イブンシーナーが現在のピラフの父と考えるタジク人もいる。 ピラウは年月を経て、アラブ人、タジク人及びアルメニア人による様々な変化と改良を伴い、中東の定番料理となった。ブハラユダヤ人、ペルシャユダヤ人により、イスラエルに伝えられた。ビリアには、ムガル帝国の時代に伝わったパキスタンとインドの料理であり、ピラフに非常に類似している。ビリアにはバスマティ、または類似の香り米で作られる。 ペルシャ料理およびパキスタン料理の役人は、プラーオニスープ、またはストックをかけて供される。ソビエート連邦時代に、この料理が広まり、ロシア、ウクライナ、グルジアといった、様々な場所で人気となった。ウィキメディアコモンズには、ピラフに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。